どうもおはようございます。2月3日節分、朝6時20分の相場解説になります。まずはデイリーを見ていくんですけども、デイリーね、全体的には右肩下がりなんですけども、限定的に見ると横ばいに入りました。でこの後 ECB のこともちょっとお話しますけども、利上げの方がヨーロッパでね決まったらしいです。 0.5、 アメリカが 0.25 ですから、それに比べるとちょっと高いかなっていうところで、昨日ちょっとねファンダメンタル的な動きがありました。全体的にはまだ右肩下がり、これは変わってませんけども、ここからね横ばいに入ってくる可能性がありますよね。で下髭がちょっと出てますけども、これが ECB の影響です。下髭はねここまで陰線と陽線のバランス見てください。あの実体と髭のバランス見てください。この四角の箱、黄色いね四角い箱の中で髭が長くて実体がそれに比べて本当に短いっていうのはそんなにないでしょう。このねこの時ぐらいですよね、この赤いやつ。それと同じようなことが起きてるっていうふうに考えた方がいいですね。ここがつまりは材料なんですよ。はい、じゃあ材料も積み重なっていけばテクニカルに、ねじ込むことができます。この中で横ばいを見るとしたら、まず一つ目はこの辺りで横ばいが見れます。そしてもうちょっと大きく見るとこういうふうな横ばいが見て取れます。でこのレンジの中で物を考えていくことになると思いますけども、価格差がね上下で結構ね2円とか3円ありますんで、ちょっと広すぎますね。この特に大きい黄色の中は、だからこれから徐々に狭めていくことになると思いますけども、狭めるときにこの切り板を一つ採用するのと、それからもう一つの切り板はここですかね。でできればこれをね少なくともこの辺りまで持っていきたいなと思うんですけども、ただまあそうは言ってもね、あの相場がそれを許してくれなければこっちを強要するしかないかなってことです。ちょっと広すぎますよね。これからちょっと狭めていくことと、あと何点かのポイントがこれから拾い上がっていくと思うんですよ。とりあえず1時間を見ていきますね。はい、1時間を見ると少しフォーカスできるところがあります。黄色で指し示しますけども、ヒゲを出して急速に戻って実体になるのがここのラインですよ。128円の925、同じような理屈でヒゲを出して急速に実体に戻っていくのが128円の405。この2つの距離で上下50ピップスぐらいをまずは取ることができますね。その後でこのヒゲですよ、ヒゲ先を横にこうやって止めていく。ここもねちょっとこっちにしときましたが、一応128円の145と129円の185、つまり上下1円のレンジも作れるってことです。今朝はですねこの2つのレンジでいろいろとこねくり回していこうかと思います。そうなってくるとねこういうふうな考え方が成り立ちますよ。ちょっと複雑になりますけども聞いてくださいね。基本的にはですよ、このレンジオプションでやっていくんですよ。狭いんですけどもレンジ内オプションを使っていくことになると思います。狭いんですけどね、その時に騙しというかえぐれっていうのがこの範囲で生じるってことを見ていくんですよ。えぐれ騙しがここにはあるよねってことです。だからこの今矢印を書いた範囲ではブレイクをかけないってことです。出てもいずれ戻っていくだろうっていうのを織り込んでトレードをしていく、レンジのオプションを考えていくっていうような戦略ですね。ちょっと難しいですよ。しかも今日は夜材料がありますからね。そして ECB の影響がこれから午前中出ないとも限りませんので、かなり慎重にいかなくてはいけませんけども、私の場合は皆さんに慎重という反面大胆にいきます。レンジ内オプションでこの黄色のこれから書く矢印、この範囲ではブレイクと取らずにレンジ内オプションと同じように戻っていくというふうに考えてやっていこうかと思います。はい、じゃあちょっとね今日は上級者負けのトレードになりますけども、私は取っていく、なんか自信に満ち溢れてますね。いや自信はないか、やってみるだけです。はい、じゃあまた FX オリガルヒの方追加放送お待ちください。それでは失礼します。